どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、また第3弾で池田瑠璃さんに登場してもらってます、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、第1弾第2弾、居酒屋編の、ほろ酔いメイクと色気が出る髪型をちょっと紹介させてもらったんですけど、そちらは見ていただけましたでしょうか。見てなかった人は下の概要欄に書いてるんで、先にそれをチェックしてから見てください。で、今日はおうちデート、第3弾はおうちデートで、それの髪型をちょっと紹介させてもらえと思います。噛みましたねで、まあ、おうちデートのその髪型ってどんなイメージあります？なんかあんま作り込んでないナチュラルな感じですかね。そうですね、なんか、まあ、外出るんやったら多分結構ガチッと作り込んでいった方がいいかなと思うんですけど、家だったらかなりラフな方がいいかなと、でもあんまりみすぼらしいのも良くないんで、それのなんかこううまいこうバランスがあるんですけど、それをちょっと今日はご紹介させていこうと思うんで、あんまりこう適当にやりすぎると疲れ切ってるように見えるんでそこはちょっとならないように簡単にレクチャーしていきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。今回はスプリングゴムとあとベイビーオイルを使っていきます。で、まず全体の髪の毛を横に持ってきます。で、どちらでもなんか好きな方で全然大丈夫なんで、持ってきて、で、持ってきた時にだいたい場所的にこの三つ襟のこの辺りの部分ですねに髪の毛を集めます。で、手ぐしでしっかりとちょっときつめにというかしっかりとまとめて、で、この時にあまりしっかりとまとめないと結構疲れた印象になるので、なるべくしっかりとまとめるようにしてください。で、三つ襟の部分で まとめたらスプリングゴムで結んでいきます。で、だいたい1周2周ぐらい結んで、3周目で少し輪っかになるようにまとめていきます。で、まとめた時に毛先が下になるようにしてあげるとルーズ感が少し出やすくなるので、下に向けるようにしてください。で、まとめた時に、まあ、この辺とかをあんまりこうルーズに崩しすぎると、外とかだったら結構崩しちゃっていいんですけど、結構寝そべったりすると崩れやすくなるので、あんまりここは引き出さないで、ちょっとお団子の部分だけ左右に少しだけやります。で、耳の部分も結構しっかりと出ちゃってるので、そこの部分に少し横の髪の毛を乗せるような感覚でやってあげると少しだけルーズ感が出ます。で、一番ポイントなんですけど、ここの、三つ襟の部分の、まあ、反対側の部分なんですけど、結構細かい髪の毛が出てきやすかったりとかもするので、でそこに先ほどのオイルを少しだけ、出てきてる人だけでいいんですけど、つけてあげる。で、オイルとかもあんまりベタベタつけすぎると結構汗かいてるようにも見えるかなと思うんで、ほんのりつけて髪の毛をこうまとめてあげるだけでいいかなと思うので、で、耳の部分だったりとか、あとここの顔周りの部分とかも少し乾燥してるように見えるとあんまり良くないので、その辺の部分もちょっとまとめるような感覚でつけてあげるといいかなと思います。こっちの部分も耳にちょっと今乗っかってる状態なんで、少しかぶせるように少しルーズに見えます。で、最後に前から見た時に結構こう髪の毛溜まってると重く見えちゃうので、少し後ろに持っていってあげる。で、毛束感が少し前から出るように、こう抜け感っていうんですかね、こう後ろが少し見えるぐらいにしてあげるとちょっとおしゃれに見えるので、そういう風な感じでバランスを整えてあげると完成です。で、こんな感じでできました。で、ポイントが、まずは、しっかりとまとめる。で、しっかりとまとめないとやっぱりこう一番最初にこうまとめた時にみすぼらしい感じに見えるので、それが一つと、あとオイルをつけたりとかするんですけど、その
三つ襟の部分だったりとか顔周りの部分が乾燥してるたりすると、その何ですかね、パサついて見えるので髪の毛があんまり綺麗に見えない。でもオイルつけすぎてもあんま良くないんですけど、結構オイルちょこっとつけるだけで髪の毛まとまって、でそのパラパラしてるやつも綺麗にまとまる方が、作り込んでなさす作り込みすぎず、おしゃれに決まるかなと思うので、で僕個人的にこう、まあ、男性目線で言うとやっぱこのラインを男性に見せる方が結構グッとくるかなと思うので、だからあえてこう横に持ってきてやってますんで、女性の皆さんおうちデートするときぜひ参考にしてみてください。やってみます。それではまた、さよなら。さよなら。